この人が今日得点に絡んでいくと信州としては面白い。前田がスルスルと入っていく、いいパスですね。そしてマーシャルのフィニッシュ、フィニッシャーマーシャルでした。しかしここはコブスがボールキープ、テクニックもある。ターンショット落ちる、アレックス・カークだ、ファウル。ではですね、セカンドチャンスしっかり取って、そしてスピードをつける意味でのこの熊谷なんですが、栗原ルイス、そしてマクエリ、栗原遠目から打ってきて決めた、決め切りました。岡田優太叩き落とした。アレックス・カークスリーポイント打たずに岡田フェードアウェイ決めました。よく入れましたね。難しいシュートですけどね、続く信州の攻撃。ショットクロック10秒切った中で熊谷が打っていく、バックショット決まった。今のも難しいですよ。開いて田中大輝、さすがですね、しっかり出てきますね。リバウンドも取られてきてますよね。そうですね、昨日と同じパターン、セカンドチャンスを得ているアルバルク、この2ポイント決めてきた。うまいですね。熊谷がボールを持っている、マーシャルピック、そしてゴール下に行くが、栗原がスリーを打っていった、決めた。素晴らしいですね、はい、今シーズン調子いいんだろうなとは思ってますけども、今日は自信を持ってますね。そしてコブスに対して生原、ここミスマッチ、そしてここロシター入ってきました。前ですね、自分で行きました。昨シーズンが平均で 9.9 アシストの熊谷ですが、ここを岡田切り裂いていきました。ボールキープ、そしてマーシャル、ゴール下にいた。岡田選手よく見てますよね。冷静な判断できてますよね。ただ希望は非常にあったゲームだったというふうに言った。マーシャルからホーキンソン、いいですね、バスケットカウント、バスケットカウント、ロシター、そのロシターへ田中が入ってくる、押し込む。コブスを少しこう緩くなってしまいますかね。まあ他の選手は田中、いい前ですね、レイアップ、まあそこファウルできないですから、タイトにいけないですよね。そして熊谷5秒を切る、ショットクロック少し距離がありますが来ました。前田のスリー、前田のスリーが今日来ている。熊谷の手にボールがある、時計は進む。この瞬間信州 B1 昇格後初めて